今一つの時代が終わるのならば、僕は再び動き出すかもしれない。その頃からだよ、僕の呪われた体は命を尊く思えば思うほど人の魂を奪ってしまうんだ。体育の時間が楽しみだよ。確か君のクラスと合同でやるんだよね。僕は君を守りたい。こうなった以上、君が確実に生き残る未来を選択する。ここまで大きいのは初めてです。恐ろしい速度で拡大を面白い。まるで快楽殺人のようだ。イザナ・ウィスタリアだ。ようこそ参られた、ラジ殿。やはりあなたで間に合わせるしかないですよね。ズラじゃない。3番隊特別副官、柱オフロード。君を見ていると昔の自分を思い出して、何かを伝えてやれるんじゃないかと。行方がわからないのだから、白将軍にも何かあったのでは。一生終われんだぞ。一言だからって言いたい放題だな。おい、悪いが付き合っていられない。10歳の子供に顎で使われる趣味はないよ。ヘルサレムズロットを支配する希代の怪人、堕落王。ずっと家を開けてるわけにもいかないし、あなたが住んでくれれば私の肩の荷が下りる。僕だって美しい女性が泣くのを見たいわけじゃない。君もこっちで飴でも食べないかい、若様。はじめまして、お父さん。まあとりあえずお近づきにご一献どうですか。美しいとはなんて罪深いのだろうね。歴史の節目に間際現る世界はどこに行こうと。精霊帝に復讐するためにな。勘違いすんじゃねえよ、ゲス野郎が。シビラもクソだが、てめえらもクソだ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。Keep blue shine.